お手紙書くより行動した方がいいわよ。時事 .com ニュース、2019年10月30日、日韓首脳会談、当面応じず、徴用工判決1年、協定厳守を要求、政府。当然じゃない。新書には、首脳会談開いてって書いてあったみたいやね。記事によりますと、日本政府は韓国の元徴用工問題とされる、求人出したら応募してきた朝鮮半島出身労働者の言いがかり訴訟、とんでも判決問題をめぐり、1965年の日韓請求権協定を厳守し、解決を図るよう韓国政府に引き続き求める方針だ。それができへんかったら会ってあげませんっていうことですよね。日本企業に賠償を命じた韓国最高裁判決から30日で1年となるが、双方の主張は平行線のまんま。安倍晋三首相は、韓国側が具体的な是正措置を講じない限り、文在寅大統領との首脳会談に応じない構えだ。ちょっと問題解決せよ。会うのは時間の無駄やからな。菅義偉官房長官は29日の記者会見で、徴用工問題について、我が国の立場は一貫しており、変更はないと述べ、譲歩しない意向を改めて示した。当たり前やんかいさ。やんな。ここで譲歩したら自民党の支持率だだ下がりで私たちの首絞めるやろうっていうことですよ。自民党が嫌いでも嫌でも自民党しかないのよ、日本国民は。野党共闘とか言うて共産党と組める政党はアウト。で、維新はいい政党とか思ってる人多いと思いますが、あれも、旧社会党の連中が紛れ込んどる。強烈なんもおるよ。この動画では言いませんけど、維新もあかん。で、国交正常化の際に締結された日韓請求権協定は、戦時中などに生じた両国間の請求権に関する問題の完全かつ最終的な解決を明記。日本は韓国に無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行った。これを踏まえ、日本政府は韓国最高裁判決を国際法違反とする立場を取る。そう、あいつらは常に被害者でいようとすんねん。で、被害者ビジネスを始めて、ゆすりたかりしてきやがんねん。会話したらあかんねん。韓国は、親日罪っていう、日本が好きっていうのが犯罪の国で、もうほんまに、関わると面倒なだけやから、知らん知らん、いらんいらん、しっしってやってんのが一番やと思うよ。で、協定遵守を要求し続けるのは、韓国に特例的な戦後処理を認めた場合、解決済みとしてきたその他の国との関係でパンドラの箱を開けかねないとも判断するためって書いてあんねんけど、戦時中韓国は日本というカテゴリーにいて一緒に戦ったんちゃうの。で、私が調べたところ、あいつらを差別なく文字も名前も与えてやってたで。奴らは名前を奪われたとか、ハングル奪われたとか抜かしてやがるけど、ハングルは福沢諭吉先生とお弟子さんの井上角五郎さんが復活してあげたんですよ。韓国の王さんがグミ文字として作ったハングル文字。福沢諭吉さんが発掘した時は音文って言われてて、読むのも書くのも恥ずかしい文字とされてて、卑下されててんけど、いや、これを使った方が日本のひらがなみたいに誰でも文字が読めるようになるわ、言うて尽力しはった。余計なことしたなとは思うねんけど、何でも強制された言うてはるけど、いや、あいつらを強制的に連れてこようと思わないと思う。いろんなことが違いすぎる。風習、食、まあ、いろんなこと。それは私、Amazon Kindle 電子書籍で、韓国朝鮮の正しい歴史っていうのに書いてありますので、よろしければ購読してください。記事戻って、両国企業の資金拠出で、被害者に慰謝料相当額を支給する韓国側提案も拒否した。当たり前やんけって感じやねんけど。言いがかり、そんなもんいちいち相手にしてはいけません。日本政府関係者は、ビタ一文出さない。出せば韓国の主張を認めることになると指摘する。文在寅大統領は、天皇陛下の即位礼正殿の儀に参列するため、先に来日した首相のイナギョンに、安倍首相宛ての親書を託し、諸懸案の早期解決を呼びかけた。お前らが行動すべきことやぞって感じやねんけど。
今月末から11月中旬にかけ、安倍首相とムンジン両氏が参加する東南アジア諸国連合関連首脳会議と ASEAN とアジア太平洋経済協力会議首脳会議 APEC が開かれる予定やって、韓国側はこれに合わせ事態打開に向けた首脳会談開催を模索している。相手にしてはいけません。まず言われたことちゃんとやってからでしょーってシュッシュッてやっとくしかないよ。時間無駄やから無視してて懸命。しかし外務省幹部は首脳同士で何も進展がなければ日韓関係は本当に終わると会談に慎重な構えを崩さない。終わらせたらいいやんか。この外務省幹部は何を考えてるのかしら。韓国が赤く染まるのはもう仕方がないよ。日本側が努力しても他人を変えることはできません。人間関係でもまず自分が変わること、もうええわ、腕見捨てることが大切やと思いますよ。執着してはいけません。茂木敏充外相は25日の会見で、韓国側が首脳会談を行える環境を整えられるかにかかっていると述べ、韓国側の動向を注視する考えを示した。時は金なり、時間の無駄になる話なんてしてはいけません。まず韓国側がそれを正すこと、それができなければ合わないっていう安倍首相の姿勢、ええー、ね。